よかったですね。はい、本当に良かったです。連続のメダルを獲得して今改めてどんな気持ちですか？ごめんなさい。本当に足を引っ張ってばかりで。みんなに感謝してます。最後大事なダブルスで本当によく頑張ったと思いますが。はい、一昨日も負けてしまって何度も何度も思い出しては後悔してっていう昨日と今日だったんですけれども、絶対にもう死ぬ気で勝ちに行きました。最後あの伊藤選手のシングルスの時は祈るような表情で見てましたけども、どんな気持ちでした？はい、私も今回のシングルスで対戦をした相手だったので、できる限りアドバイスを送って、あとはもう本当に私も日本の皆さんと同じで祈るしかできなかったので、もう全神経を、はい、メモに注いでいました。でも今回のオリンピックはシングルスで最高のベスト4まで行って、そして団体では銅メダル、振り返っていかがでしょうか？もちろんすごくいい試合もあったんですけど、悔しい試合もそれと同じぐらいあったので、とても本当に苦しいオリンピックでした。